福島市出身の偉大な作曲家古関裕而さん、その妻豊橋市出身の金子さん。豊橋市は福島市と連携して NHK 朝ドラ誘致に取り組んでいます。こんにちは、広報広聴課の武田です。この春から豊橋で新生活が始まる方もいらっしゃると思います。この番組を通して豊橋の情報をお伝えしていきますので、皆さんの新生活にぜひお役立てください。それでは初めに、子ども未来館ココニコで行われたパパママ子育て講座、親子で一緒に木のおもちゃを作ろうの様子をご覧ください。3月21日水曜日、子ども未来館ココニコのものづくり工房を会場に、パパママ子育て講座、親子で一緒に木のおもちゃを作ろうが開かれました。グルーガンといって、パパママ子育て講座は、料理や工作、遊びを通して親子の触れ合いを図ることを目的に年5回程度開催されています。今回は豊橋市造形教育推進委員の富田博さんを講師に招き、木切れを使ったおもちゃ作りが行われました。会場には豊橋市内の3歳児から5歳児の子どもとその保護者、計13組が集まりました。まずはじめに子どもたちは、四角や三角、丸などいろいろな形をした手のひらサイズの木切れを拾い集めると、木切れを重ね合わせたり色を塗ったりするなどしておもちゃ作りに取り掛かりました。今何してる？クレヨンで塗ってる。何色塗ってるの？パープル。今回制作する木のおもちゃは市販のおもちゃと違い、子どもたちの自由な発想によりさまざまな形に作れるため子どもたちの想像力を育むことができるのも魅力の一つです。作業はお父さんお母さんも協力しながら進められました。子どもたちのユニークな発想に感心しながら、子どもと一緒に楽しそうにおもちゃ作りをする保護者の姿もありました。なかなか普段仕事で一緒に遊ぶことってできないので、こういう機会で一緒に遊べてすごい楽しいです。作品作り順調ですか？順調ですよ。この独特のなんかこの何ともいい色使いこれはお子さんのアイディア？こういうの全部アイディア。あ、すごいですね。ぐちゃぐちゃがいいよな。まあ足がやるとこうなっちゃうもんな。何を作ったんですか？この子ですね。本人だね。僕ですって。ここだぞ、ここ剣強た強いね、うん、そうだよ。おもちゃが完成すると、どんなおもちゃを作ったかの発表会が行われました。すごい。子どもたちが制作したおもちゃはロボットや機関車、ロケットのほか、イモムシなど独創的な形をしたものもあり、参加者は子どもたちの豊かな発想に驚いている様子でした。子どもたちの発想のまま遊んでもらおうというようなことを一番最初に、起きまして、で、まあ、一応材料集めをしたんですけれども、でもやっぱり子どもたちの発想ってすごいもんですから、もう僕の想像以上のものができたんで、僕も満足してます、はい。親子が協力し合い楽しいひとときを過ごすことができた今回のパパママ子育て講座。山です。参加者にとって親子の絆を深めるいい機会となったようです。子育て講座を通して子どもとの絆が深まったようですね。続いては
豊橋駅南口駅前広場で行われた A じゃないか豊橋街中マルシェ春のストロベリーフェアについてです。どうぞ。春の訪れを感じる穏やかな土曜日となった3月24日豊橋駅南口駅前広場を会場に、毎回地域のおいしいと楽しいに出会える A じゃないか豊橋街中マルシェが開かれました。今回はこの時期旬を迎えているイチゴをテーマに行われ、多くの人でにぎわいました。こちらは豊橋市が主催している A じゃないか豊橋街中マルシェです。毎回地元の新鮮な野菜ですとか、美味しいものを集めた特産市を開催しています。今回は、春のストロベリーフェアと題しまして、美味しいイチゴですとかイチゴを使ったグルメをたくさん集めました。こちらは花野菜さんです。美味しいイチゴを使ったフルーツサンドイッチや、それから今回初めて開発されたいちごフレーバーを使った綿菓子を、販売してくださってます。いちごの甘い味がする。豊橋の紅ほっぺいちごを使いました。おいしいサンドイッチも販売しておりますので、ぜひ遊びに来てください。そしてこちらはぬいさん。毎年イギリスで開催されるマーマレードの世界大会で金賞を受賞されるような実力の持ち主です。すごい甘くて美味しいです。ぬいです。豊橋でジャムを作っています。香りと味のしっかりしたジャムを作っています。定番のミルクジャムをはじめ、いちごや、いちごとチョコレートなど、ちょっと個性的なジャムも揃っています。そしてこちらはマルキンファームさん。こちらはですね、 IT を駆使した美味しいイチゴを栽培されている生産農家さんです。うちの農場ではですね、温度湿度管理に加えて、CO2 の濃度や日射をコントロールして、イチゴの糖度を高めて栽培しております。またこちらは小匙さん。豊橋で採取した蜂蜜を使った本当の生搾り 100% の蜂蜜を生産されていらっしゃいます。癖がなくて優しい味の 100% 豊橋さんの、蜜蜂が作った蜂蜜です。皆さんぜひご賞味ください。このほか会場のステージでは、愛知大学のアカペラサークルが若さいっぱいのパフォーマンスを披露して、集まった人々を楽しませていました。街中マルシェ次回は4月22日日曜日午前10時から午後4時まで。次回のテーマは春のパン祭り。皆様ぜひお越しください。 A じゃないか豊橋街中マルシェ春のストロベリーフェアでした。春らしく美味しそうないちごグルメが盛りだくさんでしたね。続いては広報豊橋4月号の見どころをご紹介します。はじめのお知らせです。4月14日土曜日から5月13日日曜日まで、北川宿本陣資料館を会場に、北川宿本陣祭り5月人形展端午の節句を開催します。端午の節句にちなみ、武者人形や兜飾り、金太郎、鯉のぼりなどを展示します。また関連イベントとして、鎧兜を着て写真が撮れる体験講座や折り紙教室なども開催します。ぜひ皆さん足をお運びください。続いてのお知らせです。平成30年度の保育料が決まりました。平成30年度保育料決定通知書を4月上旬に保護者宛に郵送します。4月13日金曜日を過ぎても届かない方は、保育課までお問い合わせください。広報豊橋を皆さんの生活にお役立てください。さて、今週の豊橋ナウいかがでしたか？来週の豊橋ナウもお楽しみに。続いては街角ネット田原です。
しい。